はい、始まりました、レビューしマッチのコーナー。今回ご紹介するのがこちら、キャプテンスタックのアルミクッカー。自分がキャンプでいつも愛用してるクッカーですね。それではポイント説明いきまーす。ではバラしながらサクッと紹介していきますね。これが大きい蓋で、次に小さい蓋で、小さい鍋が出てきます。これはラーメンとかご飯とか作るのにちょうどいい大きさですね。この小さい蓋はこれに使うことができます。次に大きい鍋、これはカレーとか作るのによく使っています。大きい蓋はこれに使えます。最後にフライパン、これ結構高さがあるんで、炒め物とかいっぱい入れてもこぼさずに作ることができます。大きい蓋はこっちでも使うことができます。それではこのクッカーのおすすめポイントいきますね。この持ち手の部分に樹脂がついているので、加熱している時でも熱くならずに持つことができます。で、外側の表面がアルマイト加工されているので錆びにくくなってます。で、内側はフッ素コーティングされているので、食べ物がこびりつきにくく洗いやすくなってます。で、蓋の方の持ち手が樹脂になっているので熱くならずに持つことができます。で、自分流のスタッキングなんですけど、このフッ素コーティングされてる部分を傷つけたくないんで、こちらのシリコン、これを間に挟んでスタッキングしています。これならガチャガチャならずに傷つかないと思います。で、あと焚き火とかでこの鍋使った後ってすすがすごいんですよね。すすがついているままこうやってスタッキングすると内側が汚くなっちゃうんで、それを防止する意味でもこのシリコンを挟んでスタッキングしています。はい、こんな感じですね。あと専用のメッシュの袋もついてきますので、これ便利ですね。こうして持ち運ぶことができます。はい、では実際に料理をしてみてどんな感じになるのかお見せします。はい、こんな感じで使ってみました。小鍋でご飯で、フライパンでハンバーグで、大きい鍋で、白菜のミルフィーユ。ということで今回はキャプテンスタックのアルミクッカーの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったなと思ったらグッドボタンお願いします。いまいちだったなと思ったらバッドボタンお願いします。またコメント欄で感想やアドバイスをいただけると嬉しいです。ぜひこちらの動画もご覧ください。ではまた。